どうも。おう、よく来たの。トランクスは？おらんな。トランクスには別の仕事を頼んでおいたから大丈夫よ。また歴史の改変が起きていてね。いつもならすぐに修正をお願いするところだけど、その前にあなたにこれを見てもらいたくて。さあ始めるぞい。トランクス、君は未来から来たんだよな。ブルマさんのタイムマシンが完成したんだな。立派になったな、トランクス。はい。そうだ、こうしちゃいられない。17号と18号が街を襲ってるんだ。そうだった。そしてこの後ゴアンさんは。ゴアンさん、俺も一緒に戦います。今の俺ならもう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよ、トランクス。ここでゴアン君を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも俺は。トランクス、お願い、トランクスを止めて。トランクス、何か俺に隠していないか。それは、大人になった君が無事だってことは、未来は大丈夫なんだな。なら、この戦いにもきっと意味はある。それで十分だ。そんな、嫌です、ゴハンさん。トランクスにも、いい仲間ができたみたいだな。こいつのこと、任せていいかい。会えて嬉しかったよ、トランクス。やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしない。こちらもフルパワーを出し、この前だ。この前は半分のパワーも使ってはなかった。今度は走るの。あんたに勝ち目はないよ。歌は吐き。でももう決めたんだ。俺にはゴハンさんを見つけることなんてできません。どういうことだ。あいつこの前のガキだろ。どんな手品を使ったのか知らないが、背が伸びてくらいじゃ俺たち勝てないぜ。それはどうか。
俺は逃げません。あれよ、こんな格好じゃ、この俺が積み重ねてきた修行の成果がようやくお前たちに届いたよ。俺たちの勝ちです。人造人間は完全に破壊されました。平和が戻ってくるんだな。昔の頃のような穏やかな日々が。トランクス、来るなと言ったろう。どうして来てしまったんだ。ここに来てはいけなかったんだろう。確かに俺は許されないことをしました。もう二度と元の世界には戻れません。でもそれでも俺はこれ以上悲しい歴史は見たくないんです。もうあんな未来は。トランク、大丈夫です。俺に後悔はありません。ゴハンさんとこの世界を救うことができたんですから。そうか。わかった。これ以上は助けられた俺が言うことじゃないな。ありがとう、トランクス。おかげで人造人間を倒すことができた。本当に強くなったな、トランクス。ゴハンさん、よければこれからもこの世界を守るために君の力を貸してくれないか。もちろんです。数年後に現れるはずのセルも二人で戦えば楽に勝てるはずです。あとはこの時代のセルの卵も破壊して、そうそう、眠っている分も何とかしておかないと。セ
蹴る。ブー、何のことだい。俺はこの先の未来のことも知ってるんです。その知識を平和のために役立てますよ。頼もしいな。もう先のことを考えてくれてるんだね。でもまずはこの時代のトランクスとブルマさんに人造人間を倒したことを報告しなくちゃ。君のことも紹介しないといけないしね。あ、そうか。母さん困るだろうな。息子が二人に増えて。きっと大丈夫だよ。賑やかになるって喜んでくれるさ。そうかもしれませんね。見ての通りじゃ。この歴史改変はあの時のトランクスの葛藤から生まれたものよ。この時代のゴハンとトランクスが出会ってしまったことで、また新たな歴史改変が起きてしまったというわけじゃ。この歴史は間違っている。だけどこの歴史の先には平和な未来が待っているでしょう。それこそがトランクスが本当に望んだ未来なのかもしれないわね。じゃが、改変された歴史を残しておくのは危険じゃ。別の歴史改変を生むきっかけになるかもしれんしの。今回のようにな。あなたはどう思う？この歴史改変は修正するべき？それとも消さずに残しておくべきかしら？まあ当然じゃな。そうね、あなたの気持ちは分かったわ。今の話は参考にさせてもらうけど、最終的な判断は私に任せてね。お疲れ様じゃったの。